うも、マック SP の前田です。豊田です。今日は皆さんにご報告があります。はい、僕たち、はい、マック SP は、はい、4月の、はい、東京ビッグサイトの展示会に出展します。はい、イエーイ。4月のいつでしたっけ？4月のですね、2週目、6、7、8となります。3日間ですね。はい。弊社のホームページや販売サイトにも掲載はしていますけれども、はい、今回、なんと2ブース出展しますよね。はい、そうです。はい、2つちょっと簡単に説明してもらっていいですか？はい。今回の展示会はですね、ポップの達人のポップ系の商品と、新しい事業のデジタルサイネージというの商品を、展示する予定です。じゃあ2つのブースでね、はい、いつもだったら販促品とポップなんですけど、はい、今回はデジタルサイネージとポップってことですよね。そういうことです。デジタルサイネージのね、大型ビジョン、はい、をいくつか展示するので、僕らのその周りの中で多分一番目立つんじゃないかな。目立つと思います。多分目立つよね。はい、マンボウも解除されて、来場者も多分、まあ、去年よりも多くなりそうですもんね。まあそうですね。うん、はい、皆さんちょっとね、東京の方、はい、まあ、初めで、まあ、中部地区の方、はい、できたらね、東京ビッグサイトに足を運んでいただいて、はい、僕たちのね、ブースに立ち寄っていただければと思います。はい、ぜひ来てください。詳しくは概要欄にも弊社のブース番号とか記載しておきますので、はい、ぜひね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはご報告というか、うん、今僕らがちょっといろいろ取り組んでること、はい、ありますよね。あります。行っちゃってください。はい、弊社の販売サイトのですね、販促日本一のサイトの中にですね、今のこの時期に合うの、新しいのバンナーですね、記載しておりますので、ぜひ見てください。ちょっと待って、もうちょっと詳しく言ってくださいよ。例えばですね、3月になると、例えば新加藤今回ですね、弊社の販売サイト販促日本一の方ですね、この時期に流行ってるの商品とかですね、そういうの特集を、やっておりますので、ぜひ見てください。今ね、毎月流行りのノベリティの特集をいろいろ組んで、販促チームが本当に時間とね、頭を使って、そうですね、皆さんのね、見てためになるようなね、サイトの方を作っていますし、はい、まあ、今後もね、皆さんにうまく活用いただけるようなページをね、はい、どん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 更新していきたいと思いますので、はい、ぜひ販促日本一をチェックしてください。よろしくお願いします。これからも販促日本一ポップの達人、はい、そして弊社の新しいデジタルサイネージを、はい、皆さんどうか応援よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた。なんと2ブース出展しますよね。はい、そうです。はい、2つちょっと簡単に説明してもらっていいですか？はい、今回の展示会はですね、ポップの達人のポップ系の商品と、新しい事業のデジタルサイネージというの商品を、展示する予定です。